はい、コズノオシミ部屋へようこそ。新年一発目はね、ナルト、はい、こちらのねプレシャス GEM シリーズ、はい、そちらのカカシですね、そちらが出ましたんで、今回はこちらをねご紹介していきたいと思います。プレシャス GEM っていうのはね、かなり豪華に作られたやつですね。ライトアップ機能とかねあるものですね。前回はウチハイタチ、はい、そちらの方をねご紹介させていただきましたけれどもね、今日はそれのカカシ、はい、そちらをねご紹介させていただきたいと思います。とりあえずねこれ今輸送箱の状態なので、箱の状態をね一回転して、中のブリスターも一回転させるまで回してみましょう。ということでね、箱とねブリスター回転させてみました。まあとりあえずねやっぱね普通の GEM とね違ってね、やっぱりすごい迫力がありそうですね。一応ねこれ光る台座付きとノーマルバージョンがあるんですけれどもね、今回は光る台座付きなので後ろにね二重構造になってますね。はい、光る台座がついてますね。こちらの台座がね結構重いんですよね、うん、これが重量がかなりあるんで、まあ、とりあえずねブリスターからも出して、実際これはもう組み立てられてるから、うん、多分ね、うん、このまま取り出してねちょっとじっくりフィギュアの方見ていきましょう。はい、開封しました。ではね、早速見ていきましょう。こちら、いやめっちゃかっこいいいやこれすっごいな、いやエフェクトがねめちゃんこすごいね、広がり方が迫力満点。まあスサノオンを出してるんですけれども、まだ頭部とかができていない状態ですね。ちょうど韻を結んで現れる瞬間みたいな感じですね。いやこれはいいでね、この下の台座はね何ですかね、水面みたいに波紋がねこう湧き立ってるんですけれども、これもすごいねよくできてる。で全体的にねクリアパーツですね、クリアパーツですけれどもグラデーションっぽくね、はっきりとなってますね。でこのねカカシ本体のこの胸のね傷とかね十字傷とか、あとこのジャケットのねこのダメージ具合、ここら辺も細かく再現されてるんですよ。臨海大戦の時だからね、もうめちゃくちゃ激戦の中って感じです、ウェザリングもねすごい施されてますね、しっかりと、でこのね印を結んだ手で、あとねこれちょっとねカメラ越しだと本当に分かりづらいんですけれどもね、目はね両目ともシャリンガンになってますね、これでもちょっと分かりにくいか、一応両目ともシャリンガンで、髪の毛はねもう相変わらずのこのツンツンヘア、これがねより鋭さを増してますねめっちゃ逆立ってる、痛いぐらいですね。
いや、このかかしめっちゃかっこいいわ。こうやって見るとね、めっちゃかっこいいわ。かかし先生めっちゃかっこいい。で、これね、緩衝材っていうのがね、あのブリスター開けたらね、ほとんどついてなかったですね。普通だったら透明のビニールとかね、ぐるぐる巻いてたりするんですけど、そのビニールが一切なかったですね。うん。まあ、そこら辺は、まあ、自分としてはありがたいですね。なんかそういうのあんまり好きくないんでね。うん。ほんとただブリスターに入ってるってだけ、うん、で肝心のね光る台座の方ですね。はい、こちら、まあ、これは至ってね、イタチの時と同じですね、うん、それが青になったっていう感じで、ここにはかかし畑、うん、スサノオバージョンって書いてありますね。はい、裏はこんな感じで、ここに電池を入れる電池ボックスがありますね。とりあえずまだ電池入れてないんで、電池を入れて光らせてみた光らせたいと思います。はい、一応ね台座に電池を入れさせていただきました。はい、一応ねこんな感じで、まあダイソーのね100円電池を使ってますが、こちら単4がね3つ、はい、これで光らすことができます。ではね、スイッチを入れてみましょう。オン。うわ、まぶしい。まぶしいぐらいすご。画面だとちょっと紫っぽく見えるね。うん、まあ、実際は本当は青ですね。はい、じゃあちょっとね、これを台座とフィギュア合体させてみましょう。はい、台座とね合体させましたが、一応ねこちらの本体のフィギュアの台座とね下の台座は固定はしてないですね。はい、好きな位置に、うん、置くことができます。はい、では早速スイッチを入れてみましょう。オン。うわ、すっごかっこいいな。やっぱ光る台座があるとないとって多分全然違うと思うわ思いますね。いや、これね、なんか海外のガレージキットみたいな感じだよね、うん、いや、すっごい光、いや、これ綺麗だね。ちょっとね、部屋の明かりをね消してみたいと思います。はい、こんな感じですね。うわ、やっぱ相当光ってますよ、うん、いや綺麗だね。これでとりあえずね台座を回転させてみましょうか。はい、いかがだったでしょうか。いや、なんか久しぶりに動画撮ったんで、なんか神々やな。いや、めっちゃかっこいいわこのかかし先生。はい、ではね、とりあえずこの状態でね背景を変えてまた回転させてお別れしたいと思います。まあ、新年一発目はね、ナルトで始まりましたがね、うん、まあ、これからもどんどんねフィギュア手に入り次第紹介していきますんでね、今年もねよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はね、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。